アラン・ホワイトは、イングランド出身のロックミュージシャン、ドラマー。プログレッシブロックバンド、イエスのメンバーとして知られる。若き日には、ビートルズメンバーの作品に参加し、その他様々なセッションの実績を持つ。ローリングストーン史選出、歴史上最も偉大な100人のドラマー第35位。2017年、イエス名義で、ロックの殿堂入り。プレイ中のアラン。 イエスに加入する以前にも数々のセッション活動を行い、キャリアを積んでいた。特に有名なのが、プラスティックオノーバンドでのセッションであり、1969年12月、カナダのトロントでのライブの前日に電話がかかってきて、その相手が、ジョン・レノンだったというエピソードがある。カナダへ飛ぶプライベートジェット機の中で、ジョンとエリック・クラプトンと共に、椅子を、 スティックで叩きながら練習したとの逸話が残っている。後に、トロントでの模様は、ライブアルバム、平和の祈りを込めてとして発売されている。その後、ジョンのアルバム、イマジンにも参加。その他、ジョージ・ハリスン、ジェシー・エド・デイビス、ポール・コゾフ等のアルバムにも参加。1972年2月には、ベル・アークのメンバーとして、ドイツのロック番組。 ビートクラブに出演している映像が残っている。1972年、キングクリムゾンに加入するため合体した、ビルブルーフォードの公認として、イエスに加入。イエスの当時のプロデューサーであるエディオフォードと彼が同じ、部屋で暮らしていたという縁があった。アラン・ホワイトのドラムスタイルは、ロックンロールの出身らしい、パワフル、フラットかつためのあるスローなタイム感が特徴であった。 ジャズのスタイルに根差し、皇室でタイトかつ清急なアグレッションにあふれたビルブル・フォードとの演奏スタイルの違いが当初物議を醸していた。1976年、初のソロアルバム、ラムシャックルドを発表。2006年、リーダーバンド、ホワイトのファーストアルバム、ホワイトを発表。2007年にイエス関係者のビリー・シャー・ウッド、トニー・ケイト、サーカーを結成し、 アルバムとその後のツアーに参加するが、2作目のアルバムの録音前に脱退。2017年、イエス名義でロックの殿堂入り、その他様々なセッションやプロジェクトに関わる。ライブアルバム、コンピレーションアルバム等の詳細は、イエスの作品を参照公式ウェブサイト。ありがとうございます。